皆さんこんにちは。海外ヤンカルチャーのすべてを網羅するこの番組、ナビゲーターのゴーストです。度重なる、広告がロング動画でつかないという問題に対処するため、いきなり始まりましたラジカルイングリッシュというコーナー。講師は私マイケル、と見せかけてアシスタントも誰もいない中、私一人でやらせていただきます。それは小さな王国の小さなプリンセスの物語。ねえねえお母様、私魔法の言葉を見つけたの。あらあらマリン、どんな言葉なのかしら。とっても不思議な言葉。ニコニコの時もメソメソの時もプンスカしちゃう時もドキドキな時もどんな気持ちも伝えられる不思議な言葉。母の腕の中、小さなプリンセスは大きく息を吸い込むと、ニコニコもメソメソもプンスカもドキドキもいっぺんに伝えんばかりに大きな声でこう言いました。大変失礼いたしました。このようなものを手に入れてしまいました。その名もピクセルマリタン英語のドリル9編付録の音声 CD には、門脇麻衣さん、野中愛さん、金田智子さんと声優界のレジェンドたちを大胆に起用していますが、とても可愛い声で F ワードを繰り出す彼女たちに満面の笑みで収録してもらっている製品プロデューサーの顔が浮かびます。もし声優を志す人を止めるとするなら、この音声 CD を聞かせれば効果はうってつけでしょう。本の内容も私が英語を理解できることを後悔するくらい汚い人体乗りの F 表現が乗っかっています。しかも解説もしっかり文法にのっとっていたり、関連するワードとして男子の象徴である2つの玉を使った表現すら網羅しています。この本をマスターすれば、英語がある程度わかる人なら米国人に銃を抜かせるくらい侮辱できるくらいの表現力をつけることができます。ちなみにですね、これをですね、私の知り合いの元特殊部隊の方にこんな本があるって紹介したらですね、日本始まってるなという言葉をいただきました。今回はこのテキスト、マリタン英語のドリル F 編の例文を例に出しながら、 F の言葉はそもそも何なのか、軍隊でなぜこの言葉がよく使われるのか、そしてこの言葉を文章で入れるべき箇所はどこなのかを紹介し、より欧米人をぶち切れさすことができるようになるための心構えを応援してあげようという企画になっています。もう広告つかねえんだ、これくらいやらせてくれ。日本でも戦争映画や喧嘩のシーンで闘志のあまり口が悪くなることはあります。そう、これは英語でも同じ。日本語ではクソ、英語ではフッのこと。隊員も何気なくこの言葉言ってしまうとは思うんですが、これに匹敵する日本語って私は聞いたことがないです。で、このフッという言葉、相手のところをクソ場面にする言葉です。主に怒り、大きく動いた気持ちを表すことができるマリタン曰く魔法の言葉。どれくらいこれが不快な言葉か説明するために本文を引用するんですが、日本語のお排泄物にあたる言葉よりも意味は強いです。なぜこれだけ強い意味になるかなんですが、F の意味は無限にでも相手と性的関係を持たせるであり、同じ行為が含まれるメイクラブがお互いが愛し合った先にある素敵な行為であることに対し、望まない相手からとなると不快でしかないですよね。筋肉もりもりマッチョマンの変態が無理やりあなたをと考えたら、いかにこの人が不快感を与えるかが分かるはず。さあ、なぜ軍隊では F ワードが使われるのでしょうか。私の母校タクティカルレスポンスではこの言葉を使うのを奨励していました。やはり生きるか死ぬかの状況では本心をむき出しにすることで自分を奮い立たせることができるからという考えからだそうで、銃をうっかりポロッと落としてしまうもんなら Don't drop your f***ing pistol といった具合に5秒に1回はこの言葉入れてきてましたからね。もはや呼吸でした。こういう効果を狙って米軍、特に海兵隊は最も血の気の多い連中だというステロタイプも相まって、特にこちらでよく使われているイメージです。ただ近年の軍隊ではあからさまに人間を全否定するということはパワハラになるという配慮から、ある程度は柔らかい表現を使うようにはなってきています。それでもだいぶきついですよね。さあ、なぜ F ワードが軍隊でも使われるのかを分かってもらえたところで、じゃあこの単語が文章のどこに入るかというゼロインをしていきましょう。さあ、一番分かりやすい例え何かなといろいろと探してみたんですが、なんと人気 VTuber のケイソン総長がとても参考になる教え方をしていたので紹介させていただきます。彼女の南部式英語講座によると、基本的にが入る場所は物の名前である名詞、行動に関わる動詞、物事の様子を表す形容詞、この3つの直前に置くのが一般的です。例文いきます。 Your dog is so beautiful as Snow White. How did you get this?
日本語だと、あなたの犬は白雪姫のようにとても美しい、これをどうやって手に入れたのですかとなります。スノーホワイトは白雪姫、あなたの犬は美しいです。ソーはベリーにあたる言葉です。アズはイコールのニュアンスを含む言葉で、つまり白雪姫みたいに美しいですよと言っています。ハウはどうやってという意味ですから、 You get this を疑問形にするために did をつけて How did you get this、 どうやってそれを手に入れたのですかと、手に入れた手段を問う疑問詞にしています。先に説明したことを踏まえて、ケイソン総長よろしく合図していきます。 Your dog is so beautiful as Snow White. How the did you get this shit?、日本語に直していきます。あなたの奥様犬は奥祖白雪姫のように奥祖美しいですわね。一体どんな奥祖な方法でこの奥祖を手に入れたのかしら、とこのような形になるわけです。はい、ここでは dog beautifulスノーワイトの前に配置されています。ドッグも名詞ですが、一般的にここを F としてしまうことは海外生活した中では稀だったので、より一般的に使われているうんちを意味するシットを選ばせていただきました。その他名詞はスノーワイト、ビューティフルは形容詞なのでここに置かれます。ここでワンポイントアドバイス、疑問詞でしたいときはどうなる、そういうときは疑問詞の後ろにタをつけましょう。最初のザ、このザはカタカナのタの音になるので注意してください。疑問詞の種類は What, Where, When, Who, How, Why, Whose, Which の8つですが、基本的に Whose, Which, When につけるのはレアケースです。残りの何、どこ、誰、どうやって、なぜ、それぞれの意味を強めるためにた、をつけることで解決ができるということですね。さあ、た、を使った表現を見ていきましょう。Who the f*** is this brainless kid? What the f***? What the f*** is that? Why the f*** say that? この他にも Shut the f*** up! Shoot the f*** out! Fuck the f*** off! さあ、おさらいです。基本的には名詞、動詞、形容詞の前、そして疑問詞の後ろ、さらに命令文に関しては動詞の後ろになります。この予備知識を含めて早速本編の例文を見ていきましょう。 How about a nice cup of shut the f*** up?How about a nice cup of shut the fuck up? 意味を訳してみると、よろしければ素敵なカップ一杯の黙れはいかがですか？意訳するなら、いいから黙ってくれないかという意味になります。まあ、すごく洒落た言い回しだなと思って紹介するんですけど、 How about で何々はいかがですかという言葉、 How about a nice cup of coffee というと、素敵なコーヒーはいかがですかという意味になります。つまり、Nice cup of 以下を shut the fuck up に入れ替えて、意味を黙ってくれという風に変化させるんですね。前説で解説した命令文でのた、フも使われています。I have an idea. How about a nice cup of nine mils? と言い換えると、いい考えがある。とっておきのカップ1杯分の9ミリ弾を食らってみないか。となり、アクション映画でありがちな中二台詞の完成です。9mm を 9mm と発音することでよりそれっぽさが出ます。言ってみましょう。 9mm 9mm 最後のルはウの音を強調することでそれっぽくなります。この例文で学べることは、 How about で何か提案するときに使える構文だということ。 Shut the fuck up をティーやコーク、スープ、おすすめしたい飲み物に入れ替えるだけで相手に飲み物を勧める意味にもなりますし、動詞、例えばプレイプラス名詞に変えれば How about playing Apex LegendsHow about playing Apex Legends? Apex で遊びませんかと相手を誘うことができます。How about 以下に動詞に ing を加えて相手をアクティビティに誘う言い方になり、そして cup of 以下を飲み物に変えて相手に飲み物を勧める言い方にチェンジできるので、この例文はこれとセットにして覚えましょう。続いてはこちら。Who give this flying fuck? Who give this flying fuck? Give this fuck は気にかけるという意味になります。Flying fuck.これはとても面白い使い方をしているので、こちらも解説します。意味から言うと、これはありえないことになります。 Frank は名詞と一緒に使うとプレイスタイルを表します。何のプレイスタイルなのかは察してください。もう誰がね、考えても空飛びながらできやしねえよということなので、全くありえないという意味になるわけなんですよね。いや、こういったありえないことを言い表す英語のセンスって僕大好きなんですよ。一瞬話はそれますが、 APEX とバンガロールは残り部隊が2つになると Only two enemy squads left. Gonna be a soup sandwich. というんですが、このスープサンドイッチという言葉は想像してみると分かりますよね。はい、スープでサンドイッチを作ろうとするとこぼれて床がビチャビチャになってしまうんですよね。展示でこれは無茶苦茶な状態であるという意味になります。
文体関係者はこういった言い回しは得意で、言ってみれば部活や職場でツッコミやいじりがうまい先輩的な表現ができる人が一定数いて、彼らが現場での名言を量産する人気者になったりします。機会があれば鬼に触れてこういった表現も紹介していこうかなと思いますので、いいなと思う人は、コメント欄でリクエストお願いします。さあ今日のおさらい行ってみましょう。できる場所は名詞、動詞、形容詞の前。疑問詞に対しては後ろにタッをつける。発音はザではなくタです。はい、ということで勢いでやってまいりましたラジカルイングリッシュ第1回ですが、こういった尖った内容でのスタートになりました。まあ、ミリタリー関連といえばこういった単語は、切っても切れない関係だなと思うので、紹介させていただきましたが、好評であれば第2回もやってみようと思います。これで銃器に関するコンテンツで広告剥がれたら、もう私はですね、もうどうしたらいいか分からなくなってしまうので、せめてですね、乱暴な言葉使ったから剥がれましたという結果が出ることを祈っております。ということで続きまして告知です。ディスコード閉鎖になりました。申し訳ございません。よりマンツーマンで、交流していきたいという気持ちから変わりまして、公式 LINE をスタートさせました。こちらでは動画の裏話とか、日々モチベーションアップになるようなミリタリーモチーフの名言を紹介したり、さらにはイベントの情報もどんどん発信していこうと思いますので、気になる方はぜひとも下の概要欄からリンクの友達登録へ飛んでいただければと思います。4月29日は燕三条でサバイバルゲームイベントを参加しますので、皆さん方ぜひとも遊んでくださいね。ということで、会えることを楽しみにしつつ、また次の動画でお会いしましょう。 See you soon!